のちなみさんどうも、高橋です、今日はねちょっと琵琶湖に向かってるところなんですけど、まあその竿ロッドとあとまあ軽かった心当たりのフィーリングとか、竿の主刀ですね、主刀しに琵琶湖向かってます。投げます今日はね、投げて巻いていこうかなっていう。で琵琶湖の今の状態なんですけど、まあ岸際に、スクールね、スクールが寄ってきてるっていう、寄ってきたり寄ってきなかったりみたいな、まあ時間帯と日替わりで、釣れたり釣れなかったりみたいな状況が続いてて、まあこの間ね1週間前に1日やって小バス1匹って日もあったし、3日後は爆釣したっていう日もあって、まあそこら辺はもう撮影抜きで、普通に釣りしてただけなんだけど、まあ今日はどうなんだっていうね、今朝の11時ですけれども、日によってここまで、バイトに差が出るかっていう状況ですね、琵琶湖の状況が。だから社労界隈、岸際に寄ってくるタイミング、スクールが入った時はもうバンバン釣れちゃうみたいなっていう状態ですね。今日はどうかな、まあ3日前は調子良かったから、今日がこれがまた今日全くうんともすんとも言わないっていうことがあるんだよね。まあ社労によるかどうかっていうところですね。まあ南湖界隈おっこでもそうだけど、まあその界隈に入ってるタイミングっていうのがあって、まあそれはまあその日の状況っていうところで、まあね、まあ、もし万が一全く釣れなかったとしても、やっぱりその軽かったと、そのね22エクスプライドっていうそのロッドのね自分の釣りをねちょっと今見ていこうかなと思ってるね。ちょっとこれをねやっていこうかなと思います。いいっすよね、軽かった。コンクエスト DC の100の HG、このレイヤー、ベイトリールとエクスプライド、6点の M、まあこんな感じですね。まあこのルアーでいきましょう、ハスゴップ。この辺はねあのシャローに群れが、まあ、刻々シャローが続いてて、まあ、ちょっと行くと 20m 超えると急に深くなるラインなんだけど、まあ、たまに刺してきてることあるから、まあ、ちょっとここを投げていきましょう。まあ、なんせこのね、エクスプライドの6点22エクスプライドですから、こいつの良さをねちょっと見ます。いきます、4目1目でバックラです。これは良くない。はい、じゃあちょっと投げていきます。いいね、ベイトの、あ、竿もいいね。あ、ちょっとシャローに入ってないっぽいけど、魚はね、まあちょっと投げるにはちょうどいいというか、今、マックスのワイドで投げましたね。なんでここ今度4にしてみます。まあ、ここは調整する部分ね。いいね、もうまず軽かったならではの、パワーがあるから、本当に軽く手動かすだけで巻いてこれる、あのベイトっていうのはねスピニングと違ってすごいパワーがあるんですよ。ああこれすげえや、巻いてこれるね。あとこのエクスプライド、6点のエクスプライドが本当に軽くてすごいね。結構テーパーが効いてる感じで飛距離も出る、扱いやすいね非常に。これはいいね、まず軽いわ、竿もリールも本当に軽くて、軽く振るだけでこうなると。もう巻いてるだけで気持ちいいもんね。これは使いやすいよ、やっぱり
100、200がちょっと大きいから、やっぱ100が一番、100のねサイズが一番扱いやすいですよ、本当に。魚はとりあえずは入ってないね、シャローには。もういたら食ってきてるから、魚は入ってないからちょっとポイント移動しますけど、こういうねトップで出ます、この時期はね。おお、今食ってくる、今ちょっと当たったね、軽く今当たったね。すごいね、軽かったコンクエストのこちらですね。本当に手に馴染むベイトリールっていうか、本当に巻いてるだけで気持ちよくてパワーがあるという、本当にこの DC の100の HG がね、まあ、自分結構好きですね。見た目もかっこいいもんな、明らかに。はい、でこれは、ハスゴップっていうルアーですね、はい、これでも結構でかいのね、ここで一回出したことあるんだけど、あの今日ちょっと今バーッとね15分ぐらい投げた感じだと、まあちょっとシャローに入ってないなっていう魚が。で魚に関してなんですけど、そのスクールっていうのがあって、今足元にいるのが5センチぐらい、本当に今年生まれたような、今年の春産卵で生まれた5センチぐらいの、本当に2022年生まれの小バスがちらほら足元に泳いでいるよ。ただ1年ものですね、はい、約1歳迎えた2021年生まれのブラックバスのスクールで、彼らがシャローに今入ってない、この界隈は入ってない状態で、ちょっと沖界隈に出てるかなと。で今度30センチから40センチのスクールっていうのもいるんですよ。30から25から30ぐらいのちょっと2年生2020年生まれのスクールっていうのもまだ沖に出てて、でもう一個上の個体ですよね、2020年2019年生まれ、3歳4歳のまあ40センチ近い、まあここだとまあ 3,4 年で40センチになっちゃうんで、その40センチ界隈のスクールっていうのももう一個沖に出てる状況で、もう一個上のスクールがあるんだよね、50界隈ね、4年もの5年もの6年生、2017年から2018年生まれの、バスの群れですよね。まあ50センチぐらいあるような、その個体群も、50は50のスクールがあって、それを界隈してまだ今は入ってない状態ね、ただずっとやってると、例えば夕方入ってきたり昼過ぎ2時ぐらいに入ってくることもあるし、それはその日の状況によります。見えるかな、これはね、このルアーのいいとこはスローシンキングなんですよ。まあスピンベイトよりだいぶ軽いんですけど、頭が下がるようなね動き見える、ちょっと見づらいと思うんだけど、こういう動きね、頭からこう落ちていくようでスローに沈むよという、でケツにこれが光がついてて、このトゥイッチングとか、まあ、早巻きであったり高速レトリーブもいいし、ね、ちょーんと落としてトゥイッチを入れながら沈み、スローシンキングなんでね、なんでファーッと早まる、ファーッと入ってまた止めて、でこれすごい食いがいいから、まあ、スピンベイトはもうちょっと重いですね。スピンベイトよりも沈むスピード、沈下スピードが遅い、で頭から落ちていく感じね。だから同じこういうね、まあいわゆるこう IG系でも、もう自分の釣りの幅を広めるために、まあスローにゆっくり攻めるときは自分はこのハスゴップ使いながら、まあ、早く巻いてもねこう泳ぎますよ、ペラが回って。まあこれは釣れるルアーですね。じゃあね、いいね、もう巻きのとろみが違うね、巻き感が全然違う、巻き感が全然違う。移動してますけどね、この11月の頭に結構でかい個体がね、この真っ昼間、今昼の12時半ぐらいなんですけど、昼は魚がね釣れないなんてよく言うんですけど、結構でかい個体っていうのはね、逆に一昼間12時正午に釣れたりすることが結構あって、まあ基本的にその小さい個体、まあ、いわゆる弱い個体ですよね。弱い個体っていうのは、まあ、気圧の関係なんですよね。よく朝マズメ夕マズメ
が魚が釣れるよなんていうのは、浮き袋の関係ですね。その浮き袋がやっぱ気圧でこう圧迫されるんですよね。で浮き袋が圧迫されたことによって、食欲がちょっと落ちるっていう、まあ、ビルマっていうそういう時間帯で、で玉詰めですよね。ヒグマ詰め、玉詰め界隈になると、まあ、気圧の関係で、あと光の変化ですよね。そこでちょっとスイッチが入るっていうことと、あとその浮き袋ですよね、浮き袋が気圧で圧迫されるもっていうのが緩まる時間帯、玉詰めっていうのが、でその玉詰めに、まあ、食いが出る生き物なんですね。ただそういうのは、まあ、シンプルに言うと、まあ、小さな個体、とか、まあ、弱い個体が、そういう影響を受けて、本当に強い個体っていうか、あのでかい、強い個体になってくると気圧の、なんていうのかな、そういうの関係なくなってくるんですよね、だから時間帯関係なくなるっていう。だからやっぱりこの奥琵琶湖界隈の、バスになると1月2月の一番寒い時期でも関係ないんですよね、もちろん多少の影響はあるんです。だからでかい個体になってくると、もうそういうのがもう本当に何も関係ないような、形になってきて、だからでかいのが食うんですよ、で今ちょうど昼の時間帯なんで、まあ、デカバス狙い一本で、まだ今からちょっと軽かったコンクエスト、100の HG、このやっぱりハイギアがいいよね。大は小を兼ねるでさ、ローギアだと早く負けないわけだから。ちょっと1時になりました。昼の1時ですね、まあ、ちょうど出るタイミングなんですけど、でかいのがね、あのちょっとこの 21g、こちらのちょっとねソフトな、これでブリブリってこれでもうスイッチ入っちゃうこともあるんで、これ実はすごく釣れるルアーです。知らなかったでしょ、これちょっと巻いていきますね。これあのメジャークラフトのね、座布団対応っていう、まあヒラメ界隈のねギギキーパー楽楽合体システムなんですけど、これでかいのバス結構食ってくるんですよね。いい感じに結構 21g で重いから、結構タイトにね、あの広範囲に攻めてこれるというか、そういうねルアーなんですよ。これはいいっすよ、ナチュラルアクションでね、早い釣りで結構擦れてるから、ゆっくり巻くと食わない傾向にあるんですよね。まあ食う時もあるんだけど、まあ、ちょっとこれでスピーディーな釣りね、ハイギアでちょっと巻いていこうかなと。やっぱ 21g だから結構重いね、かなり伝統が効く感じなんですけど、まあ、ちょっとこれね魚が入ってるかどうかちょっとサーチしていきますわ。ちょうどねあそこにえぐり込みがあって、あそこの奥ちょっと遠いんだけど、あそこに入ることあるんですね、でかいの。おい、いきなりバックラしたけど、どういうことだ、あれバックラ、え設定が読んでやったんだけど絡んでたな、ちょっとこういうこともあります。まあただこの、あの軽かったらバックラしてもすぐ治るんですよね、大体。その深いバックラがあんまりないっていうのがこのリールのいいとこ。あの、取り返しのつかないバックラをしづらい傾向にあるかな。こういう軽いバックラはあります。ちょっとミスったね。ただ、バックラしてもささっと治るレベルのバックラぐらいかな。いいでしょう。あー、いきなり寝かかっとるやん。おいよ、こんなことあるか、一等で寝かかり、うざっ、バックラ直してる、一等で寝かかりはないだろう、これはいかんな。一等で寝かかりはえれえぞ。お、取れた、はい、21g で沈むのが早いからね。はい、取れました。こんな感じ、ね、沈むのがかなり早いので、あの着水と同時に、めちゃめちゃ飛距離出てます。あの辺今のとこ 15m、13m ぐらいあるんで、まだそこついてないけど、中層を巻いてくるイメージ。結構ね擦れてるから、特にでかいのね、結構早く巻いた方が出る感じするね。早巻きからの止め、まあゆっくり巻いて全部試してもいいけどね、
まあ、今日はちょっと早い巻きに反応してきそうな気がしますね。追いかけて食うみたいな、見切れない、まあ、こんな感じ。これはいいね、大遠投ですよ。 21g 結構飛距離出てるね。トゥイッチングはめながら中層を泳がしてくるイメージで、手前は浅いんで、そこまで浅いんだけど、すぐ急と深くなってるね。あの真ん中の辺行くと 20m 超えてくるんで、ちょっとこれ飛ばす距離で 15m ぐらいの深いラインにアプローチする。今届いたところで 15m ぐらいのラインかな。ちょうどね、駆け上がりになってるから結構魚がつくんですよね。まあ今はちょっと入ってないっぽいね。うん、まあちょっと回遊してくる、回遊コースでもあるから、ちょっと1時間ぐらい投げて巻いていきますわ。まあ広範囲探りながらね。出たらでかいからね、うん、まあ、ハイヤーはでもいいわこれね、滑らか、うん、パワーがやっぱあるからね。まあ今時どのベイトリールもいいんですけど、このやっぱ丸型で、もう今飛距離やべえよ、本当にやべえ。 100m 近く行ったな。 21g なんでね。でイメージはまあミドスト、中層巻いてくるのが一番出るかなって気がする、確率ではね。もちろんトップでもそこでも出るんだけど、一番数が出るのはやっぱミドスト、中層を巻いてくる感じ、探りながらね。一発今日出るといいけどね。3日前は結構でかいの、45界隈3本出してるんで、今日は出るかなというね。まあ大体、まあ試合でもそうだけど、練習、今も 100m 近く飛んでるね。あの練習とかプラで結構ね、結果出ちゃう、釣れちゃうんだよな。でこうやってカメラ回して、今日撮影でもするかって、たまにはやると出なかったりもするんだけど、まあそこが微妙なね。まあいつも通りの自分の釣りやってりゃ、まあ2本3本まあ45、50界隈今日出るんじゃないかなと思ってる。入ってないね。入ってたら今の誘いで食ってるからね。まあ簡単に言うと、いないとこ投げてる。びっくりしたぜ。15m ライン、そこまで一回落とす。ただこれすぐ根掛かりするからな、ここロック帯で。そこまで落として、で落ちました。はい、で下から上に巻き上げていく感じ、斜めに。これ追いかけてきて、たまに早巻きで追いかけてきて食うみたいなね。お、魚が逃げてるっつってスイッチが入る、そこから食い上げるイメージ。このルアー、このね、22エクスプライド、そしてこのカルカッタ、最高ですよ。この飛距離ね、まあ今ほんとベイトリールどれもいいからね。僕が中学生の頃使ってたベイトリールなんて、マジで2500円で買った、本当に今思えば本当にゴミみたいな、毎日トラブル起きるみたいな、使い物にならないような激安のおもちゃみたいなベイトリールで昔やってまして、使わなくなっちゃったよね、トラブル多すぎて使い物になんない、今はもう本当にね、安いベイトリールでも全然使えて何の問題もなくできるからね。まあ、このカルカッタはまあなんだろうな、まあ、本当に剛性感だよね。堅韧性、剛性感、やっぱ使ってて長期間使えるから逆に安くなる。よくあのなんだ、安いあのリール、安い竿をしか使わないって人もいるんですけど、あの長期的に見てやっぱり安い竿、すごく激安のリール、2500円だ3000円だっていうの壊れちゃうんですよ。で結局またそれがまさに安物買いの銭失いって言って結局持たない、だったらやっぱりこういうね、エクスプライドとか、カ
軽かったコンテスト多分一生もんですからね、ずっと使います、壊れない、メンテしてたら一生もんなるよね、本当にそんぐらい堅韧性、長期間使用するのに適した一番いいベイトリールですね。あとやっぱり DC だよね、俺の釣りやっぱ DC ないと成り立たない釣りだから。今ちょっとね、あのでかいの足元まで追いかけてきたわ、で食わなかったんで見切られちゃったんで、その時逆にねこの17エクスプライド、うん、でこの、2610ML2、 これ僕のお気に入りの、まあ、本当に汎用性の高い竿なんだけど、まあ、これちょっとフォローしながらちょっと見切るな、相当叩かれて、毎日やっぱアングラ入るから見切られてんな、ちょっとソフトにやんないと今日食わないから。これもう僕が愛用してるエクセンスの試合法プラス、これ最高っすよ。ちょっと食わないな、渋いね今日は、ちょっと岸にでかいのはちらほら入ってるけど、まあ小さい個体は沖の方に行ってるね、今反応がないですね。これちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、国定公園琵琶湖で、まあ、焚き火は確か禁止だったと思うんですけどね、何者かがこのようなことになってます、まあこういうの楽しいからね、やりたくなる。僕も小学生の頃は昔はこういうルールやってもいいよっていうルールだって、40年前はね、どこで焚き火しようか関係ねえだろっちって、ただこういう、まあねえ、タバコでやったりだとか、こういうのをまあここでやったら、これみんなに許可するとみんな焚き火してくっちゃくちゃになるからね、でこれでおそらくなんか食べたでしょ、ソーセージとかで、そうなってくるとヒグマ界隈、これ山の奥にクマいっぱいいるからね、食料があると降りてきて、人を襲うってことにもなりかねない。ちょっとこういうね、まあ焚き火気持ちは分かんないけどね、楽しいからこういうのやりたくなる。ただここはちょっとルールがねあるんで、まあルール守ってやっていただけるといいかなと思うけどね。この椅子まで用意しちゃって、これ誰が用意したんだ、これこんなでかい木は10人ぐらいでないと持てないだろうね、1トン超えてるような木を組んでやる、ここどういうことなんだよこれ、前はなかったよこんなんね。これを誰かが組んでやるな。ねえ、俺は1トン超えてるから1人じゃ持てないから。5人、10人でないと運べないよなこれ。まあ、これはちょっとね。とにかくはちょっと当たりが出ないですね。ただ回遊で今のねタイミングだと夕方、今まだ2時半なんですけど、4時ぐらいになってくるとバーッと沖からシャローに来るんで、あーベイト、あボイルした、あボイルしてる、あれやってるね、入ってんな、あれあそこ入ってますね。きた、きた、ついに巻いてやっぱ来てたね。これ根がかりしたと思って今ね、根がかりしたと思って根がかったなと思ってググッと思ったらダサーン、これはいい魚来たね。この巻きですよ。遠投して、まあ軽かったらちょっと今バックレスで直して、遠投して、ぐる巻きで、ドサーン！ビッグフィッシュでしょ！これは。いいバスだね。エクスプライド、軽かった。ベストね。よいしょ。
サイズはだな43ぐらいなんだけど、太いからめっちゃ太いからなんだろう、ドスドスっていうあたりだったね。45ぐらいかな。はいいバス来ましたね。巻かないとやっぱ秋はね、ちょっと血が出てる、これ秋は巻かないといけませんね、やっぱ。ありがとう。まあちょっと今日 GoPro なかったから、 GoPro が菊池さん持っててないから、もうね iPhone 撮ろうかと思ったけどバラしたくないから、もう iPhone 撮らずに、バレちゃった、うわ食べよう思ったのにバレちゃった、なんないんだよ。今日は天ぷらで食べよう思ったのに。45アップ、うわバレちゃった。ということでね、Xプライド16 6.0 M そして軽かった今月 DG100HG、 いわゆるこれ入魂完了っていうのかな、一本出ましたね。まあでもなかなか食ってこなかった、2時間ぐらい前だから、2時間ぐらいいろいろ投げ続けて、自分の読み通りね、これの高速早巻きから一番投げてそこにつくかつかないかぐらいで持ち上げてさーっと巻き上げてくる、小魚が逃げるようなイメージで食いましたね、はい、食った場所この角度、それ岩があるんだけど、これね、この目印のこの岩があるんだけどね、これ高橋岩って言って、これコンクリートでできてる、これね偽物の岩なんだけど、この偽物の高橋岩から右斜め45度にド円筒、これ超飛距離出るからね、 21g でド円筒して中層から巻き上げてきた、ただいま時刻が3時ちょうどぐらいかな、うん、もうあと 2,3 本出したいな。ちょサイズがね、まあ、45ぐらいではちょっと足りない、物足りないっていうのがあるんで、50をちょっとね。ただ同じ45度もね、今の魚はすごい太ってて引きが強かったね、一瞬50アップかなと思った、あの当たった瞬間根がかりかなと思った後食ってた、ね、まあ、このルアー自体が僕はシークレットにしてて、うん、このまあヒラメ釣り用のなんだけど、これやっぱりゴムなんで、まあスピンベッドとかでもいいんだけど、ゴムならではのなんか滑らかなね、グリ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 っていう、これがまあバスがいれば追っかけてきてスイッチ入ってそのまま食べちゃうみたいなね、おすすめメジャークラフトのルアーなんだけど、あと円筒が効くのがいいよね、うん、ほんと買っとくんで 21g なんでね。やっぱ奥琵琶湖のバスはいいよね、口がちっちゃくて、あと結構なんちゅうの、沖で当たったからずーっと沈んで、沈み系からのドサーバシャーみたいな、奥琵琶湖特有のね、南湖のバスとか、まあ野池のバスと全然違う、ズドーンっつってね、餌いっぱい食ってるから引きが倍ぐらいあるんだね。向こうの行くともうね、水深100メーターのラインがあって、もう50メーターだ30、20メーターね、そういう深いラインが15メーター、20メーターとかいっぱいあるから、深いラインの湖流でやっぱり育ってるから筋肉の量が全然違う、普通のバスの倍ぐらい引くよね。ああ、びっくりしたね全くその代わり反応ないです、その後ね。食った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 、また食った、これもでかいぞ、うわばらまいた、おいちょっと待て、木に引っかかった、木に引っかかった、でかいでかいでかい、切れる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 、木に引っかかって、でかい、ついてるついてるついてる、どうしようでかい、あ、バレるバレるバレる、これでかいでかいでかい、三角釣り、そこにおる、そこにライン取るか、三角釣り、切れるなよ、でかいでかい、ライン取るかも、うわ緩めちゃいけない、三角釣りついとるわ、でかいよ、40アップある、バレたバレたバレた、うわバレた。
った。50だったと思う。連発のバイト。今、かかって、寝がかりかと思ったらまた案の定、めっちゃ重くて、ものすごい重くて、ゴミかな思ったらグググググって言って、カメラ必死に持って、こっちに行って、したらあれあそこに引っかかってバレたという。うわ、最悪。いやーマジでかなりでかかったと思うよ。50とか。全くね、上に上がってこなかった。ずーっと。はじめゴミが引っかかった。もだなーと思って、重いなーと思ったら、寝がかりかなーと思って。で、ぐっと持ち上げたら、ググググググって言って、おるやんと思って。最悪。もうちょっと、次釣れたらカメラ回すのやめようか。バレちゃった。焦りすぎて、こっちにこう来たら、ここに引っかかって。うわ、奇跡起きたと思ったんだけどな、化け物。だから今ちょうどでかいのが入ってるね。今のはマジで悔しい。GoPro 忘れた罰だな。ふわー、でかかったと思うぞ、かなり。魚体が見れなかったけど、ただただ重い。あー。うわー、もうスピンベイトぶち切れちゃった。ロストしちゃったよ。で、スピンベイトとかいろいろワームとか投げてんだけど、全く反応ないね。2回バイトがあっただけ。でも2回ともでかかったね。2匹目結構でかかったと思うよ。うん、重い。重厚なバイトで。うわぁ。食わない。スピンベイト。パラパラしかいないからね。たまたまいいタイミングで連発したんだけど。もう来ないかな。まあ、とりあえず投げてきますわ。にしても小バスが全くいないですね。寄ってないですね。まあ、ちょっとこれ最後。もう時間ないんで、これ投げて帰りますわ。くれ。エビスルーですね、これね。エビスルー釣れるんだけどね、飛距離が出ないのが難点なんだよ。飛距離が出ない。でも気持ちいいんだよ、これな。ちょっとエビスルー投げてみたけど、反応がないね。手前にバスがいないわ。うん。沖のね、深いラインの方でバイトがある感じ。おお、ボイル、ボイル。デカバスだ。あそこにいる。それにしても日が沈むのが早いね。まだ4時50分なのにもう日が沈む。冬やもう。今日は11月何日や ?3日 ?3日か。甘くないね。休憩をずっと何時間やって、6時間7時間ぐらいやったんか。で2バイト1バラシ、あれバラしたの2匹目ちょっとでかそうだったな、マジで悔しいけどしょうがないね。その後何の反応もない。小バスすら反応ないっす。ここにね、こうやって2つ岩があるでしょ。これ俺双子岩って名付けてるんだけど、この双子岩の間、こっからまっすぐでかいの出る、うん、この界隈ね。今もうしゃあないから、もう山線香で寝ちってますわ、うん、強烈なバイト来ねえかなと思って。ちなみにこの岩ね、これ水の音とかわかる？めっちゃ心地いいでしょ。この岩自体がこれ10万年あるからね。ここに歴史の勉強してない子たち多くて、ちょっと会話についてこれないっていう人多いんですけど、この岩10万年の歴史ありますからね。これちょうど、琵琶湖ができたっていうのは隕石、僕の研究結果によると超巨大な爆撃隕石が、20万年前ですかに落石して大爆発が起きた。で琵琶湖ができたんだけど、その時にだからこれがもう20万年間ずっとここにあるわけ。隕石降ってきたね、これね。でかいのが。双子岩。で20万年以上前、大噴火、隕石落ちた時の名残の双子岩っていう。結構ね、そう考えると歴史を感じるでしょ。双子岩に立って、最後どれぐらいの仕留めで帰るよ。トンビが飛んでいる。
色だね、水面が。帰りますか。あと30分投げて帰るわ。うわ、びしょびしょになっちゃった今日も。ウェディングやってるからね、そのままウェディング。やっぱ味噌ラーメンでしょ。これがうまいんすよ、ゆで豚もやし。味噌ラーメンがいいんすよ。そしてニンニク入りで、よっしゃ、いただきます。うわ、懐かしい味だね、味噌ラーメン。美味しいっすよ。